違うな、ふざけんの、うん、はい、歯ブラシみたいな感じ入ったんだ、歯ブラシ。皆さんこんにちは、あやへいチャンネルのあやです。今日はあやさん、学校ではどんな筆記用具使ってますか？鉛筆、消しゴム、ボールペン、定規、もろもろ。そうだよね、シャーペンと言われるものは使ってないです。なぜかというと学校では禁止されているからですよね。ただ中学生になったらどうですか？ OK、 で使えるようになります。で、あやさん、家の筆箱の中にはシャーペンは入ってます。はい、たまに使うんだよね。で、この間企画でシャーペンのね、芯も買いました。はい、なんかね、シャーペンは使いやすい方がいいよねとか言いつつキャラクターも使ってました。はい、使いやすいもんね。ただ、長く使っていこうと思うとキャラクターものじゃなくてシンプルなもので使いやすいのがいいと思うんです。そこでママ考えました。各メーカーさんのシャーペンで Amazon の一番上に来る商品を買ってみました。はい、買ったのは三菱、ペンテル、ゼブラ、ステッドラーって言ってました。全部で4社の5本買ってます。あの三菱だけはちょっとあの理由があって2本買ってます。今日はこれを紹介して書き心地などを試していこうと思います。はい、で気に入ったらもうこれはあなたの筆箱に入れていただいて結構なので。学校はダメな、学校はダメだねえ。そして全部 0.5、 全部 0.5 で揃いました。あ、やったやった。あなたがこの間 0.5 の芯を買ったって聞いてたから 0.5 で買いました。はい、で色目はちょっとパパとママが選んだのでいろんな色ありますが、じゃあ紹介してください。レッツトライ。違うな、言ったけど、うん、なんか歯ブラシみたいな形入ったんだ。歯ブラシ。わかる？なんかこういうさ、パックのさ、あー、そうそうそう、高級なシャーペンはそんな風に入ってます。はい、じゃあ1品目、せーの、じゃん。こちらのペンはステッドラーのシャーペンで製図用になります。製図用って？製図用で図を描くときの、じゃあ家の配置とかさ。じゃあ描き心地を試してもらいましょう。はい、あ、描きやすどうですか？使ってるペンとまず比べてみてください。あのね、向こうのペンギシギシ言うけどね、こっちはスラ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 スって書いてる。こんな感じですね、スラスラスラっと滑らかな感じだそうです。じゃあ次、その中に入ってるもう一個、このこれ、あのオーラが違う。オーラが違う。歯磨き粉のさ、歯磨きのさ、箱のレベルじゃない。じゃあ行きましょう、せーの、じゃあ、ほらやっぱり人員が違う。あの、は、これね、歯磨きの箱じゃなくて歯磨きと小さい歯磨き粉がついてるさ、は、箱にさ、バージョンアップ、旅行用の、あれだね、バージョンアップ。あの、シャーペンを歯磨きに揃えるっていうのは斬新なんですけど、こちら、ゼブラのシャーペンになります。はい、シャープペン、ベルガード 0.5 スクエアピンクになります。こういうのに入ったシャーペンっていうのは初めてだよね。あ、あー、ほら、これあのジンベイさんのやつで、あー、滑り止めがついてるんですね。これはベルガードシステムって言って、先端が出て芯をガードしながら書くことができるそうです。じゃあ書いてみてください。書いてる感触はどうですか？こっち進みやすい。うん、でもほら、しっかりした字書ける。はい、あやはやチャンネルって書いたところですね。はい、これはなんか比較的しっかり書けるペンらしいです。うん、次行きましょうか。あった、私たち、せーの、じゃん。あら、なんかさっきと似たやつ。似てるね。一番最初に紹介したペンに似てると思います。黒からまず出しましょう。わ、滑り止めが頑丈やね。こちらはペンテルのシャープペン、スマッシュという種類です。スマッシュ、スマッシュっていいです。あ、薄い。でも 0.5 同じです、これ。 HB とかが入ってるかな、ひょっとしたら。
重いけどスラスラかけるみたいな感じ。HB なんでやっぱ若干薄いんですけど、あやさん曰く重みのあって書きやすいペンらしいです。ってことはあと2本は三菱のペンになります。じゃあ歯磨き粉が高級じゃない方、どっちでもいいです、全部歯磨きに例えないでください。じゃあ大きい方から、せーの、じゃん、あーお色だ集中力が続くって書いてありますね。本当にこちらは三菱のシャープペン、ユニアルファゲルスリム、うん、と言います。これ、まあ、集中力が続くって書いてあるよね。一応見出しでは集中力が続くって書いてあるんですけど、確実にとはやっぱ言えないので、色目はね、多分ね、それが一番好きな色じゃないかなってママは思ってます。正解なんか軽そうだね、なんかボールペンみたいな感じの、うん、あの筆の進み方してますけど、いやもう書きやすいしか言わない。なるほど、はい、こんな感じになります。どこを書いたんや、一番上のレッダーだね、うん、結構しっかり書ける感じですね。はい、ラスト、せーの、あ、俺も水色だこれなんで三菱今回2本買ったかというと、ママの中で今持ってるペンがすごい有名だったのでシャープペン2本買いました。こちらは三菱鉛筆シャープペンクルトガになります。クルトガっていうのは書いてるうちに芯がこう回転するんですよね。なんじゃそれ従来のシャープペンは書き続けていると線がだんだん太くなって文字が潰れてしまいます。なんですけどこのクルトガだと線が太らないので細かい文字が書きやすい。同じ太さのシャーペンの芯でも従来のシャープより細かく書けます。はい、やっぱ有名なだけあって書きやすい、細いし均一な太さで書けるから書きやすかったです。この5本を紹介しました。はい、ではまずあやさん、一番使いやすかったなっていうペンを教えてください。はい、せーの、じゃん、はい、あやさんが選んだのは一番最初の製図用のペンになります。はい、これ選んだ理由は書きやすい、もうダントツに書きやすいと。はい、なんかね見ててもペン運びがすっごい軽いのは分かりました。じゃあその次は、一応ね、一応時点まで2位まで選びましょう。それは集中力が続くって言った。おーユニアルですね。はい、じゃあまだお値段言ってなかったですよね。パッケージには書いてありましたが実際の価格はアマゾンの価格違うんですね。ああ、じゃああやさんの左手からいきます。はい、363円、あ、安い、326円、はい、508円、あ594円、うん、327円。あやさんが欲しいと言ったのは363円のと一番高い594円のペンでした。お値段が高ければ全て書きやすいってわけではないんだけど、あやさんは今回製図用のなぜか知らないけどペンと、あとやっぱり集中力を生み出すペンがお気に召したようですはい、皆さんはどんなペンを使っていますか？書きやすいものがあったら教えてください。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、サブチャンネルとゲームチャンネルもあるのでよろしくね。バイバーイ。うん、滑らへん、あ、これ色合いがいい、そもそも好き、これ水色大好きそれはママがセレクトしたの、水色大好きかそう、あのもちろんピンク色とかもありました。水色あの今は色を比べるんじゃなくて性能を比べておりますので。そうかもらい、かわいそうに1本だけもう1本残してた方がいい。ピンク色の残しといて、これママが使うから。何その顔書きやすかったでしょ。でもいや、でも製図にやかななんで製図用を買ったやろね、パパ神やろ、ね、シャープペンシル界の神様